静かに行きます。で、実はもう現地には着いていて、今は立体駐車場に車を駐車したところです。今日は時々雨が降っていますが、小雨なので大丈夫かなって思います。まずは美術館に行って展覧会を見て、でその後にお腹が空いていたら何か食べようかなと思います。じゃあ行ってきます。キングエリアに戻ってきました。お昼ご飯、遅いお昼ご飯だったんですけど、うどんを食べて、その後は福山駅でショッピングじゃないですけど、秋服がいろいろ出ていたので、それを見て
スブラッとして戻ってきました。では家に向けて運転します。